新庄剛、52、と立浪和義、55、看板選手だった2人は、2021年オフに揃ってプロ野球の監督に就任し、と格く比較されている。写真を見る、頭を抱えて口をすぼめ、もう無理だとでも言わんばかりの中日、立浪監督。スポーツ紙デスクが語る、自由闊達な日本ハム、新庄監督と出実冒険な中日。 立浪監督。一見すると対照的ですが、意外と似ているとも。以前、新庄監督は立浪監督の印象を問われて、野球に対する考え方は一緒。言い方が違うだけ、と応じていました。2年目までは仲良く最下位だったのに、新庄監督の死、故、野村克也氏は、1年目には種をまき、2年目には水をやり、 3年目には花を咲かせましょうと言った。就任1年目、2年目は仲良くリーグ最下位だった両者だが、3年目の今季は違う。相変わらず最下位争いしている中日に対し、日ハムは現在2位で、6年ぶりの CS 出場に向けて邁進しているのだ。この差は何が原因なのか、ひとえに若手選手が育っているか否かですね。 日ハムはこの3年で多くの選手が成長しましたが、中日は現役ドラフトで移籍してきた細川以外、これといった戦力アップは見られない。両監督ともに若手育成に心を砕いているが、立浪監督は選手をとっかえ引っかえ使っていて、なかなか育たない。いわば、その日暮らし、です。一方の新庄監督は、中長期計画で粘り強く選手を育て、 自らの野球をチームに根付かせようとしています。8月14日のロッテ戦、新庄監督は2者連続でスクイズのサインを出し、共に成功させた。選手がビビりそうな気策だが、就任以来、連続バントなどのサインを出し続けているので、選手たちが、うちの監督ならやりそう、という意識を共有している。その結果、気策にも冷静に対応できるようになっている。 今月4日のソフトバンク戦では、9回に一挙6点を奪って逆転勝利。試合後、新庄監督は、どうですか、この感動を与えるチーム、トムネを張った。